三宅 TV。 皆さんこんにちは、リポーターのロミこと谷藤ひろみです。私は今日滋賀県栗東市にあるスマイ印刷さんにお邪魔しています。皆さん紙って何でできてるかご存知ですか？紙って普通はね、木でできてるんですけれども、なんとこちらでは石で作られた紙を使っていろいろな印刷物を作られているということなんですよ。石で作られてるってどういうことやねんと私もすごく今ワクワクしているので、今日はその秘密を探りに行きたいと思います。行ってきます。では早速スマイ印刷の池本さん、松岡さん、新海さんにお話を伺っていきます。池本さん、石で作られている紙ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、ストーンペーパーというんですけれども、実際これがサンプルになります。失礼します。これがストーンペーパーです。ちょっと触った感じがしっとりしてる感じなんですけど、これって何で、石って言っても何でできてるんですかね？台湾で作られているんですけれども、石灰石を原料として作られてます。へー、台湾で作られているそうですよ。こちらの紙ちょっと持った感じ重いんですけれども、普通の紙と比べて重さってどう立ってるんですか？そうですね、普通の紙よりも2倍ほど重いです。2倍も重いんですね。ちょっと重みがある紙ですよ。こちらの紙でいろいろ印刷をされていると聞いたんですけれども。そうですね、オフセット印刷で名刺、パンフレット、チラシもあらゆるものに印刷ができます。いろんなものを印刷されてるんですね。でこちらの部屋はちょうどデザインとかをされているんでしょうか？そうですね、ここがデザインルームになってまして、ここで、そうです、オペレーターがクライアントから受けた仕事のデザインをしています。じゃこの受けたデザインは一体どこで印刷されてるんですかね？はい、社内に工場があります。こちらからすぐですのでご案内いたします。では印刷現場を見せてもらえるということなので、早速行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ということで印刷工場にお邪魔しています。見てください、こちらでね、今紙が刷られてるんですけれども、このね、印刷されてるっていう音と独特なインクの匂いが漂っています。こちらね、この機械で印刷されてるんですか？はい、こちらの機械では、4色で印刷をしております。主にカラーの印刷物を、刷っています。この工場内には、全部で3台ありまして、それぞれの機械で、印刷物を、刷り分けています。印刷物刷り分けていることなんですけれども、先ほど のストーンペーパーもこちらで印刷できるんですか？はい、できます。ストーンペーパーも、材料は石灰石でできていますが、通常の紙と同じように印刷機に通してすることができます。なるほど、ちょっと私印刷工場にね、結構テンションが上がってしまいました。続々と今素早い速さで紙が出てきてるんですけれども、これって毎分何枚くらい印刷できるんですか？一応この機械の上限がですね、こちらに数字が出てるんですけれども、1時間に1万枚印刷できるスピードになっています。1時間に1万枚、1日どれくらい？そうですね、多い時だと、1日に5万枚とか10万枚とか、もう時期にもよるんですけれども、ものすごい量を印刷します。こちらの印刷機くん、かなり頑張ってくれてるみたいです。こちら印刷機が3台あるって聞いたんですけど、スマイ印刷さんの印刷物は全てこちらで作られてるんですか？本社では今3台なんですけれども、今今年の6月18日に皆口の方に新工場がオープンしまして、そっちにも1台新しい機械が置いてあります。なるほど、ありがとうございます。先ほどは印刷工場を見させていただいたので、今度は実際に印刷したものを用意していただきました。じゃじゃん、いろんな種類がありますね。はい、中田さんとかパナソニックさんとかいろいろあるんですけれども、どんな企業さんがよくストーンペーパーで印刷されるんですか？そうですね、環境対策に積極的に取り組まれている会社様や、エコのイベントなどでよく使われます。なるほど、やっぱり環境に優しいんですね。でも環境に優しいってちょっとコストがかかるイメージがあるんですけれども、どんな感じなんですかね？普段の普通の印刷、紙で印刷するものよりも紙自体の値段が2倍ほどするんですけれども、
まあ、多少のコストで環境対策になるのならということで、お客様には喜ばれています。確かにね、その通りだと思います。そうですね、普通の紙だとパルプを使って作るんですけれども、ストーンペーパーは木を伐採せずに石灰石で作ることができるので、すごく木を伐採しないという点で環境に貢献できる紙なんです。なるほど。いや、本当にいろんな印刷物あるんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、こぼしちゃいました。やってしまいました。大丈夫です。大丈夫です。ストーンペーパーでは紙に強いので濡れても大丈夫なんです。え、ほんまですか？はい、拭けば。あ、すごいですよ。濡れてるのに全然最初と変わらないです。え、これもしかしてこのコースターも濡れてないということは？何回も繰り返し使うことができるので、コースターとかには最適ですね。なんかエコがすごい現れてますね。これ他にもなんか、じゃあ濡れても大丈夫な商品とかってあったら結構いいなと思ったんですけど。あります。ストーンペーパーを利用して作った紙袋なんですけれども、これも水に濡れても強いという特質を生かして紙袋を作ってあるので、雨の日でも多少の雨でも安心して持ち歩くことができます。最近この梅雨の時期ね、本当に雨に濡れて紙袋破けちゃったってことが私なんか最近多かったんで、ちょっと欲しいなって本当に真剣に思いました。今日は本当にありがとうございました。先ほどからお話に出ている石灰石を実際にこちらにもらったんですけれども、ね、この石からこんなね、先ほどの綺麗な紙ができるということでかなり驚きでした。この今回のストーンペーパーにぜひ興味をお持ちの方は、滋賀県の栗東市にあるスマイ印刷さんにお問い合わせください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。では最後に一緒に決め台詞お願いします。美和系TV!